昔飼っていた犬に、よく似た犬を見かけて、思い出した。拾った雑種の子犬で、庭で話したりしてたんだが、ある日、前も見ないで走り回って、庭の木にぶつかった。その瞬間、ギャー、死ぬー。やられた。俺もう死ぬー。とばかりに、ひっくり返って大騒ぎ。いや、お前が前見てないからじゃん。とは思ったものの、あまりの騒ぎっぷりに、本当に、どこか骨でも折ったんじゃ。と思い始め、慌てて病院へ。レントゲンの結果、なんともなかったんだけど。当たった瞬間、激しく泣いてたんですけど。と獣医さんに伝えると、たまに、大げさに騒ぐ子がいます。性格です。と帰ってきた。帰宅してからも、俺の足は折れたんだぜ。とばかりに、後ろ右足を、これ見よがしにひょこひょこさせて歩いていた。その後も、何かあるたびに、大げさに騒ぐ犬だった。前の右足をぶつけたのに、左足をひょこつかせたり、座ってる時に、そばを通っただけなのに、尻尾がやられた。とギャン泣きして騒ぐ、ゲサオだった。当たってないだろ。と注意すると、真顔になってどこかへ行った。年取ってからは、そういうゲサオ状態はいつの間にかなくなったけど、親犬も、ああいう性格だったんだろうかと、ちょっと気になった。